サービスボックス半面でバドミントンのゲームをしたいと思います。半面のサービスボックスのラインを割ってしまうとアウトっていうゲームです。はい、はい、3本目はですね、このサービスボックス半面でバドミントンのゲームをしたいと思います。ボールが地面に落ちたらダメというゲームです。でこの枠内半面のサービスボックスのラインを割ってしまうとアウトっていうゲームです。ただし上からバシンとこう打つ、強く打つことはなしです。ちょんと触るだけっていうのがルールです。あの今日僕の意気込みは、家から出た瞬間に今日は加藤の名前をかけて戦うぞと、はい、いうことで今日来たんですけども、皆さん隣見てください、この顔私が加藤だという顔でした。今僕らだけですよ、面白いちょっと加藤の名にかけて、はい、じゃ最後ちょっと頑張りましょう。3本目見どころをね行ってみたいと思います。はい、はい、分かりました。はい、よろしくお願いします。じゃあ、加藤美優選手からのサービスで、はい、はい、5ポイント勝負。加藤さん、いきますよ。よし、1-0。やばい、めっちゃ弱いかもしれん。でも確かに背の問題ありますよね。そんな変わんないよそんな変わんないよ1ポイントも取らへんかったやば、いや気持ちいいねこれはまさかの完封勝利です。ダブルスで数々のいや戦績を残されてる。そうですね、加藤プロ、夢やったんかなコツは何なんですか？これは先読みすることですね。もう完全になんか絶対にこうなった後は絶対ここなんで、うん、そこでもう一本それやられたらまた今みたい、今さっきのフットワークじゃないけど頑張って生き直さないといけないけど、基本前が開くんで前をどういうふうにケアするか、後ろをどういうふうにうまく使うかみたいな、それがすごいキーポイントかな、うん、サイドはないんで取れるんで、別に、サイド。へー。買ったらよう喋るでしょ。買ったらよう喋るでしょ。よし。なんかちょっと、あれですね。あっさり終わりすぎましたね。すいません。もう一回いく？もう一回行こうか、じゃあ。ラスト、ラスト、ラスト。マジ？おえー来たなんか急に隠してた気がする今さっき絶対そこに打たんかったけどマジか。1-0 0-1。このゲームやっててネットインでなかなかないから、今日は
しゃ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 。二三。よし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 。41、俺だ。はい。やりました。これで加藤の名前をキープできます。じゃあ3本目は、はい、3本目は、キヨンの勝ちということです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。で、3本目の勝負も終わり、結果発表いきたいと思います。ミュウ選手おめでとうございます。 2つのメダルを、ゲットしましたので、おめでとうございます。ありがとうございます。もう1つ、はい、おめでとうございます。ということで、ここに3つのカードがあります。この3つのカードの中から2枚引いていただきます。よーし。ちなみにご褒美やったら何選ぶんですか？マンゴーです。あはい、おお。お、ご褒美とプロテイン、おめでとうございます。ゲットです。おめでとうございます。罰ゲーム入ってない、ね、罰ゲームしたかったっけ、ね、さあ、じゃあご褒美、はい、この中から選んでもらいます。マンゴー、フルーツタルト、ビール、ハーゲンダッツ。アイスもそんな食べれへんし、マンゴーにします。はい、わかりました。じゃあマンゴーゲットです。おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。どうでしたか今回戦って。いや、楽しかったです。楽しかった。楽しかったけど思ったより疲れました。最初のクロスクロスストレートもね、うん、意外と疲れたしね。あれで汗吹き出ましたよね。吹き出たよね。1分半にしとけよかったな。ということで、この対決を、これで締めたいと思います。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。マジ？おえー、きた。やっちゃってんの。天才ね。ご視聴ありがとうございました、いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。何か面白い企画がありましたら、ぜひコメント欄にコメントください。私たちが必ず返信いたします。どうぞよろしくお願いします。